皆さんこんにちは、田中恵美里です。今日紹介するカップ麺は日清の最強どん兵衛きつねうどん、そして日清の最強どん兵衛かき揚げそばの2商品です。本格派の太い麺、6種の合わせだし、分厚いお揚げ&かき揚げ、特別調合の七味、すべてが主役のこだわり抜いた最強どん兵衛。1976年に誕生した日清のどん兵衛は、幅広い層のお客様にご愛顧いただいている和風カップ麺のトップブランドです。近年のライフスタイルの変化により、日々の生活にほんの少しの贅沢をプラスする方が増えています。そして今回、日常をアップデートしたい方に向けた新商品、日清の最強どん兵衛が発売されました。日清の最強どん兵衛きつねうどんは、通常のどん兵衛よりも太く、もちもち食感をアップした極太うどん、6種の合わせだしを使用した昆布の後引く旨味が特製のつゆ、通常よりも分厚く噛むほどに旨味が染み出すふっくらお揚げが特徴です。長野県の老舗八幡屋磯五郎で特別に調合した特製柚子七味唐辛子を入れると、香り高い上質な柚子の香りが広がります。日清の最強どん兵衛かき揚げそばは、通常のどん兵衛よりも太く、弾力と喉越しが楽しめる新太そば、6種の合わせだしを使用した鰹節と醤油の華やぐ香りが特徴のつゆ、通常よりも分厚く玉ねぎを増量することで旨味がアップした鬼かき揚げが特徴です。東京浅草の老舗やげんぼりで特別に調合した特製七味唐辛子を入れると、焙煎唐辛子のまろやかな辛みと香ばしさが広がります。日清のどん兵衛が作り上げた衝撃の一杯をぜひご賞味ください。商品特徴、日清の最強どん兵衛きつねうどん、麺、通常のどん兵衛よりも太くもちもち感をアップした極太うどん、つゆ、昆布の後引く旨味が特徴のつゆ、鰹節、昆布、サバ、煮干し、干し椎茸、あごの6種の合わせだしを使用しました。お揚げ、通常の日清のどん兵衛きつねうどんに使用しているお揚げよりも厚みを増した、噛むほどに旨味が染み出すふっくらお揚げ、丸大豆を 100% 使用しています。具材、かまぼこ、ネギ、別添え、長野県の老舗八幡屋磯五郎で特別に調合した特製柚子七味唐辛子、仕上げに加えれば香り高い上質な柚子の香りが広がります。日清のどん兵衛かき揚げそば、麺、通常のどん兵衛よりも太く弾力と喉越しが楽しめる新太そば、つゆ、鰹節と醤油の華やぐ香りが特徴のつゆ、鰹節、昆布、サバ、煮干し、干し椎茸、あごの6種の合わせだしを使用しました。かき揚げ、日清のどん兵衛かき揚げ天ぷらうどんに使用しているかき揚げよりも厚みを増した日清食品独自製法の鬼かき揚げ、玉ねぎを増量することで旨味がアップしました。具材、ネギ、別添え、東京浅草の老舗やげんぼりで特別に調合した特製七味唐辛子、仕上げに加えれば焙煎唐辛子のまろやかな辛みと香ばしさが広がります。
食べてみた感想、日清の最強どん兵衛きつねうどん、つゆはかつおや昆布などのだしの効いたコク深い醤油味、柚子の爽やかな香りに包まれた唐辛子の味わいもいいですね。麺はインスタントとは思えないほどのもっちり感たっぷりのうどん麺、弾力と噛み応えがしっかりと伝わってきますね。具材はつゆを吸ってふっくらじっとりと仕上がった巨大なお揚げ、まるでお布団のようですね。かまぼこは薄くスライスされた紅白の色合いが可愛らしく、ネギは小さいながらも彩りと食感を盛り上げてくれています。全体的には様々な和風だしのベースに柚子の風味が加わった王道のきつねうどんという感じにまとまっています。つゆの味付けは薄めで、どちらかというと関西風かなと感じました。高級感あふれるこの一杯、たまにはたっぷり時間をかけて贅沢にいただきたいですね。日清の最強どん兵衛かき揚げそば、つゆは数種の出汁が複雑に混ざり合った醤油風味、七味唐辛子のピリッとしたアクセントがほのかに感じられる薄めのつゆです。麺は太めでしっかりとした噛み応えのそば麺、こちらもインスタントは思えない完成度です。そして具材のメインは大きくて厚みの多いかき揚げ、通常のどん兵衛そばのかき揚げに比べて大きさもさることながらその美味しさです。特に玉ねぎの甘さと食感が際立っていますね。全体的には高級感と上品さにあふれた和風醤油味にまとまっています。こちらも薄味で抑えられていて、しょっぱすぎるということはなかったですね。カップ麺でここまでの出来栄え、うどんもそばも最強のどん兵衛ですね。どちらを食べようか毎回悩みそうです。本格派の太い麺、6種の合わせだし、分厚いお揚げ&かき揚げ、特別調合の七味、全てが主役のこだわり抜いた最強どん兵衛。本日は日清の最強どん兵衛きつねうどん、そして日清の最強どん兵衛かき揚げそばの2商品を食べ比べてみました。田中えみりでした。